君子を来ましたな。はあ？何言って。僕の友達を傷つけるつもりだな。うわなんだよ、なんだよお前。てめえ！その遅さは。白い方々は弱いのですね。はい。
ハルツゲちゃん、頑張って。うん。君の行為は実に立派だ。はい。君を見ていて私は自分が恥ずかしくなった。君は偉い。それだけだ。あのね、ハルツゲちゃんがこういうこと言うのすっごく珍しいんだよ。いつも大威張りのガキ大将さんなのに。こら、荒薙くん。ハルツゲちゃん、あなたと仲良くしたいんだってね。よかったら、ハルツゲちゃんとお友達になってくれないかな。私は別にそんな。あれ、突然でごめんね。でも、ハルツゲちゃんとてもいい子だから、よかったら。あの、ハルツゲさん。ガチ！大変だ。あいつ、お前のクラスの男が暴れてる。なんとかしてくれ。そうか、彼が暴れているのか。何落ち着いてるんだよ。何とかしてくれよ。おい、無茶を言うな。あいつむちゃくちゃなんだ。とにかく一緒に来てくれ。ノブ君は真っ先にやられちまったし、あんたしか止められる奴はいないんだ。頼むよ。だから無理だと言っている。君の期待には応えられない。カシ、無理なんだ。私なんかよりも彼の方が強いから。何言って、あんた怒ってんだろ。あんたの仲間に喧嘩売るような真似しちまったから。
ら謝るよ。だからそんなこと言わないで。なあ、マジでやべえんだって。君、彼が暴れ出してすぐに逃げたんだろ。自分ではかなわない相手だと判断してすぐに逃げ出した。違うか？そうだけどよ。それが何だってんだ。よくよく観察していればすぐに気づいたはずなんだがな。私と彼とでは実力差が桁外れだということに。君たちはこの学園で本当に敵に回してはいけない相手を怒らせてしまったんだ。いい加減状況を受け入れろ。しかし君たちは実に大したものだ。スー・ササマルを本気で怒らせたのだろう。大したものだと言ったんだ。どういう意味よ。君は彼が暴れていると喧嘩を売ったと言ったが、それは違う。君たちはスー・ササマルを本気で怒らせたんだ。彼が意味もなく暴力を振るうなんて考えられない。挑発したところで彼は喧嘩なんか買わない。あの男はな、滅多なことでは怒らないんだ。傷ついたり反省したりはいつものことだが、怒らないんだ。誰に何を言われようと、何をされようと。どうしてか自分自身に対してはいつもご立腹の様子だ。私の知る限り、彼を本気で怒らせることのできる方法はたった一つ。何言って。滑稽だと言ってるんだ。自分で爆弾のスイッチを押しておいて爆発した、ふざけんなと怒鳴っている君が。なあ、教えてくれないか。私たちに対して一体どれだけひどいことを言ったら彼を怒らせることができるんだ。高額のためにぜひ知りたい。教えてくれ。いや、そのいえ、
この学園に旦那様にかなうものなど言いはしない。やめて、やめてください。お願い、やめ。僕は悪い子ですから。笹丸ちゃん？その。なんだかいつの間にかいつも一緒に遊ぶようになりましたね。笹丸ちゃん。あ、いつの間にかいつも一緒に遊ぶようになったよな。Thank you.
だかいつも一緒だね。その…ん？夢のさ…じゃなくて…アララギ…僕と友達になってくれないか？え？あ、俺と友達になってくれないか？ひよちゃんの時は私には分からないけど。